These walls are where seasons change。 こんにちは、川端さくらです。今私はですね、役者兼、バンドの、ギターをずっとやってたんですけども、この度ですね、ギターボーカルに挑戦することになりまして、今回のモニターレッスンを受けさせていただくことになりました。あとというか、まあ、4回の中でどんだけ成長できるかなっていうのをこう自分でも楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、舞台では絶対腹式呼吸でお腹から声を出してると思うんですけど、先ほどの歌だとお腹から声が出ていないので、はい、もう一回できると思うんですけど、腹式呼吸をやっていきましょう。はいはいはい、まず、はい、肩が上がらないように息を吸ってほしいんですね。鏡を見ましょうか。鏡見て、うん、肩が上がらないように息を吸う。上がったわそう、うん、ゆっくり鼻から息吸う。そう吐く肩が上がらないように意識するだけでお腹にが動く腹式呼吸になります、うん、はい、はい、で、うん、今すごく上手にできたので、そのまんま今度は吐くことを意識して、はい、このちょうどおへそからだいたい指3本下あたりの、ここが丹田というところなので、ここをグッ、そう押されても倒れないようにこう力を入れて、そう、はい、じゃあ「ま」を使った発声をやっていきます。はい、はい、「ま」って、一回発音してもらってもいいですか。「ま」ま「ま」「ま」そう今発音してもらった感覚として、口から出るっていうよりかは鼻の方に抜けて出る言葉って感じ。はい、感じました。そうなので、鼻から抜けるその音程を喉で取るんじゃなくて、ここで取ってほしいので、はい、鼻から抜けやすい言葉まで発声をちょっと、ま、使って、はい、その感覚をつけていきましょう。はい、はい、で「まままま」まって音が上がってきます。はい、しっかり「ま」だけっていうか、ま、はい、あ、まそう、あまでついてると思って、はい、しっかり発音、はい、発声していきます。はい、じゃあ低音のところがまだ弱いので、はい、前回やったハミング、前回は口を閉じてハミングをしてもらったんですけど、口を開けてもハミングができた方がいい。はい、はい、で、もう一回弾こうか大丈夫そう下の根元を上にくっつけて微濁音を言う感じ、うん、とか、あ、そうそれでちょっと下の方ハミングで言ってみましょう。はい、はい、次は、母音を意識してほしいんです。歌の中で歌詞って、言葉って母音、子音と母音に分かれてるんですけど、はい、伸ばす音って愛してるとか愛してる、うが母音、うを最終的に伸ばしてあげる、それがフレーズがつながっていくことになっていくので、はい、ちょっと母音を意識した、歌の練習をやっていきます。はい、で、歌詞を、はい、今振ってもらったんですが、全部母音で歌います。はい、母音で歌います。はい、ということで、はい、オケに合わせて母音でやっていきましょう、はい、でその時しっかり口を動かして発音をしてあげる、
さっきやった声の通り道作ってあげたので、はい、そこからしっかり口を動かして言葉を届けてあげてください。はい、はい、これこうこれやってください。はい、はい、ここ押さえてあげると響きも上がりやすいので、聞こえる私の声、心の声届いて、届けて、聞かせたい歌あるの、誰のためでもない、ただ一人に伝えたい、近づきたい、少しでも二人の距離縮めて、聞こえる私の声、心の声届いて、届けて、聞かせたい歌あるの、誰のためでもない、ただ一人に伝えたい、近づきたい、少しでも二人の距離縮めて、ありがとうございました。お疲れ様でした。そうですね、もう4回でこんな変わるのかってぐらい、やっぱり声の出し方からも教えていただいて、自分でも全然違うなっていうの分かるし、なんて言うんだろうな、濃い4回だったの。1回1回ちゃんとこうなんていうの、大事にしてもらえたので、いつも課題もらって、でお家でちょっと練習したりとかして、ちょっとずつこうなんていうんだろう、うまくなっていくっていうか、うん、すごく嬉しかったです。やっぱり成長が自分で感じられるっていうのが、うん、嬉しいところだなと思って、もうありがとうございました。はい、ということで、ぶらつく音程が音程感のある歌声にというタイトルで、さくらちゃんと4回レッスンさせていただきました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、さくらちゃんはもともと役者さんなので発声が十分できてたんですけど、それがやっぱ使い方が分かんないからもったいないということで、基礎から順番に直していったんですけれども、やっぱどうですか、発声の仕方自体は多分一緒だったと思うんですよね。そうですね、ただ本当に何だろう、音に乗せてその歌としてこう発声するっていうのがみたいな、自分の中でなんか分かんないんだけどみたいな感じで、もう全然その口だけで、うん、喉だけで発声してたので、ああなるほど、お腹から出してやると何て言うんだろう、本当に。まあ、安定感出てくるし、なんだろうね、フラつかない。そう1回目を見ていただいたら絶対分かります、うん、同じさくらちゃんと悩みの方も、はい、動画を見てね、さくらちゃんと同じことを、うん、一緒にやってもらったら分かることがたくさんある4回になっています。そんな4回になってます。それでも分からないんだったらぜひ私のところに来て、うん、習っていただけたらなということで、もうね、あの熱がありますよ、あのこういうじゃないですよ熱がとかじゃないって、こう情熱がね、すごくあるなと思って、愛情を込めて教えいたしますので、ね、はい、ぜひご興味あったら、はい、ぜひクラリティまでご連絡ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。